サーンチーは、インドの中部にあるマディアプラデーシュ州、大ーン県の丘陵の村である、大乗仏教遺跡があり、仏塔、寺院などが多く存在する。1989年に、それらは、世界遺産に登録された。インド古代史の上で、最初の統一国家である、マウリア朝の最盛期を築いた、アショウカ王は、カサフツ王と呼ばれた。紀元前3世紀に、 アショウカ王は8万4千もの釈迦の遺骨を暗記する。外場を混流した。そのうちの8つがサンチーに建てられた。現在、3つが残っている。それぞれ、第1等、第2等、第3等と、名前が付けられている。アショウカ王の増流したストゥーパは、マウリア朝の次の春賀朝、アーンドラ朝になって、石材によって見事に変貌する。第1等は、紀元前3世紀頃の仏塔を、 紀元前後に像を広ぐしたもので、最も完全な形を保っている。第一塔がサンチーの塔である。サンチーの塔はドームのような形をしている。直径は約36.6メートルで、高さは約16.5メートルである。もともと釈迦の骨を収めるために盛られた塚だった。その後、盛られた土の上にレンガを積み重ねた。銀白色と金色の漆喰を塗り。 てっぺんには長方形の台と三段の傘を加えた。また下の部分には段と手すりを設けた。周囲には二重に乱立てが巡らされ、東西南北の四方に、東ラナと呼ばれる東門が配置されている。東ラナの高さは約10メートル。東門は日本の鳥居に似ているが、2本の片柱に3本の横領が渡されている。この東門には仏殿図や本章図などが多数彫刻されており、 工芸的に大変優れたものである。肩柱の上で梁を支える彫刻は東門によって異なり、北門と東門がそれぞれ趣向を変えた像、南門が獅子、西門が財宝神倉部である。南門の獅子像は2本の柱に4頭ずつ丸彫りされていて、サールナートのアショウカ王の石柱の上の獅子像とよく似ている。他の東門の量の上や浮彫りにも多数の獅子像や、 有浴獅子像が見られる。ストゥーパは、シャカムニの遺骨を安置したものであるから、これらの獅子像は、ストゥーパへの入り口を守護する役割を担っていると考えられる。王母を守護するスフィンクスや王城守護の獅子門の流れがここにあり、有浴の獅子が見られることにも、西方からの影響が強く感じられる。彫像この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された、ありがとうございます。